朝どうもないんだけど、夕方も重いな、疲れるな、あと寝ている時にですね、動いた後じゃなくて朝方とおもら返す、足がつるとか、なんか静脈切れてた時だけど最近はあんまりないけど、なんかその日皮膚黒くなってるな、こういう場合はですね、足の静脈瘤というものかもしれない。